たまにはプライベートをおやつですね。まず、みたらし団子。日本で一番餅文化の歴史が長い、岩手県平泉産の餅粉を練ってお団子を作り、みたらし餡を作ってかけて終わり。実は、餅粉もスーパーで売っている白玉粉と比較しても値段も変わらないので、個人的には好きですね。続いて、麦茶。ちょっとだけ値段は張りますが、 練馬の工場で焙煎している麦茶です。実際に行ってみると、工場の外まで焙煎している濃厚な、たまり上手みたいな香りが漂っていて、引き込まれるように工場に足が向かってしまいます。素敵なおやつでしょ。